大占領古墳は日本最大の古墳にして前方後円墳の代表例。宮内庁はモズ・耳原中領と呼び、仁徳天皇の領母と自乗している。画像は国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。日本の大規模古墳一覧では古墳時代の日本列島で造営された大規模な古墳を 一覧形式で記載する。噴球帳を基準としてランキングし、噴球帳200メートル以上のものだけを扱う。なお、全長120メートル以上の古噴の都道府県別の分布などの表も合わせて記載する。以下に示す表は、白石太一郎の原表をもとに、和田厚広瀬和夫などを参照して作成したものである。両の事情は、内によるもので、 当該人物が実際にその古墳に秘蔵されているかどうかを示すものではない。また、美行に掲げた古墳群、古墳集団の範疇はその多くを和田に寄っている。古墳時代の日本列島で造営された200メートル以上の巨大古墳は下記の通り全部で37基である。いずれも王、大王級の主張の墳墓と考えられるが、 大阪府羽び野市の墓山古墳は同心に所在する、本田五語病産古墳の倍長である。古墳時代における、日本列島の主張墓大墓は、前方後円墳、前方後方墳、円墳、方墳など同時代の同一地域において、多様な墳形が並存しており、その点で、同じ時代の朝鮮半島の主張墓大墓とは、著しい対象をなしている。 上に掲げた37基の古墳の形状は、すべて前方後円墳である。広瀬和夫によれば、おおむね前方後円墳、前方後方墳、円墳、方墳の順に優位性を表す、墳形秩序を持っていたとしており、このことより、上記の墳球長200メートルを超える、大規模な前方後円墳は、大王宮の主張の墓とみなされていたことがわかる。 全長200メートル超の古墳の分布は、岡山県の2期、群馬県、京都府の各1期の計5期を除くとすべて大阪、奈良の2府県に集中しており、大阪府下では、大田茶臼山古墳が、両生の摂津国に属するほかは、すべて河内国、泉国に分布する。すなわち、大阪平野の中でも、大和川流域の南部に濃密な分布傾向を示している。 前方後円墳は3世紀中央の日本列島で生まれた古墳形式である。3世紀から7世紀初頭に至るまで約5200基増営されたと言われるが、前方後円墳の特質として、広瀬和夫は全体における滑舌性、形状における確一性、墳球規模における階層性の3点を掲げている。中でも大仙古墳と、 ホンダ五病産古墳は中国の信頼における始考定量と並んで世界最大規模を有する領母である。朝鮮半島最大の古墳が五世紀代後半の白木の草原墳高南大塚古墳であり、その墳丘長が約120メートルであることからも日本列島で造営された古墳がいかに大規模なものが多かったかがわかる。その一方で、 広瀬の指摘した前方後円墳の規模の階層性を考慮すると古墳時代の日本では規模それ自体が重要な政治的意味を有していたと推定できる全長120メートルを超える巨大古墳の都道府県別分布は以下の通りである和田の原図などを補正して作成した表より古墳時代の日本列島では 噴宮町120メートル以上の古墳が125基も作られ、そのうちの過半数が大阪府と奈良県、つまり大和の支配地域に分布していることがわかる。大和に次いで大規模な古墳が数多く作られたのは木々であり、全国で4番目に大きい作り山古墳が木々で最も巨大な古墳である。また、規模の点において山と木々の支配地域の古墳が 全国第45位までを占めており、大和政権と吉備政権の政教を物語る。その一方で大規模古墳は、同じ地方でも多数作られた地域、ほとんど作られなかった地域があり、偏在傾向が指摘できる。墳形の面で見ていくと、総計125基のうち、前方後円墳が121基、前方後方墳が4基である。このことより、 前方後円墳は大王及び、地方の王の墓として卓越した地位を与えられていたことがわかる。前方後方墳もまた同様であるが、年代的には前期に偏っており、両者の墳形の違いは、大和を中心とする機内王権との関係の相違などによることが示唆される。全長120メートル以上の前方後方墳4基は、いずれも前期の大和の古墳である。 前方後方墳は、日本列島全体からすれば、前期、中期に築造されたものが多く、福岡県から宮城県までの各地域に分布するが、特に、島根県東部の大平や、北陸の加賀、能登地方、能美平野や関東地方の特に、那須地方などに多い。前期後半から中期以降は、 前方後方墳の造営が激減し、以前にも、まして前方後円墳が、機内の大悪いは、各地の地域政権の王として定型化していったものと思われる。なお、前方後円墳は、韓国の栄山江流域を中心に、全羅道地方から13基が見つかっており、年代的には5世紀後半から6世紀初めに、かけてに多く位置づけられる。前方後円墳修正によれば、 100メートルを超える古墳は303基に及んでいる。墳形の内訳は、前方後円墳が291基、前方後方墳が11基、円墳が1基である。築造時期では、前期112基、中期93基、後期57基となっている。地域別では、大和73基、河内30期、泉14基、山城12基、摂津11基、 上野27期、下佐15期、武蔵10期、日比13期、日向12期などとなっている。機内全域では140機であり、46.2%を占め、全体の半数近い割合となっている。また、上位10国、地域で204基で67.3%に及び、それ以外に2桁に及ぶ地域はない。状況は、五世紀代を中心にした。 周辺諸国との国際比較である。大和王権においては、紛糾の規模が重大な意味を持っていたことが伺えると、ともに、広瀬和夫が指摘する、見せる王権としての可視性が随所に確認できる。なお、中国の疑心南北朝時代の王母では、南北の地域差が顕著であり、黄河流域の北部では、宝宮母が主流であるのに対し、長江流域の南部では、 遠急墓の伝統があって盛んに造影されていたことが知られている。ありがとうございます。